長、ありがとうございます。今日、広報校長が発令ということで、ええ、改めてになりますけれども、どのようなことを期待されるかというのを。いや、これまでの教育現場のその慣例とかね、その感覚というものに縛られることなく、まあ、外部のその感覚、その外部の感覚が全て正しいわけじゃないですけども、外部の感覚と今までの教育行政の感覚というものをぶつけ合ってもらって、まあ、議論切磋琢磨してもらいたいですね。まあ、この報道もね、非常にアンフェアですけども、公募校長のあの処分に当たらない、まあ、問題点、これ ABC の番組に出ても僕はこれ誤報だって言ったら、いやそうじゃないっていうことでね、問題点はあったって言うんですけど、そしたらね、やっぱりきちっとこれを報道機関としてフェアにやってもらいたいのが、これから教育委員会と意見交換やりますけども、外部調査チームのその報告書上がってきましたけどもね、はい、大問題ですよ。校長がその体罰の報告をしなかった、これは指導の一環だと思った、でも外部調査のチームが事実関係を確認したらね、校長が言ってることとその教員が言ってることとか事実関係が食い違ってるわけですよ。でそもそも、報告は教育委員会にすべきだというルール、それに従わずにね、校長が自らの感覚でいわゆる教員をかばうために報告をしないなんていうのは、メディアがそれはあの時に公募校長に対して一面で報じたあの事案に比べたらはるかに重い案件なのにね、こういう問題については、まあそれも報道機関の最後は基準ですから僕がとやかく言うことではないですけどもね、それでもあまりにもちょっと不公平な報道に過ぎると思いますよ。まあ、あの時には選挙戦、堺の市長選挙もあったから、政治的にメディアもそういうところをぶつけてきた、そういうところもあったのかも分かりませんけども、公募校長自体が悪いという問題だということが、まあ、広く浸透してしまってね、もちろん問題点はあるのかも分からないけれども、じゃあ内部のその校長に問題点がないのかといったら大ありですよ。今回の外部調査 の報告だってね、まあ、それはきちっと新聞メディア等で報じてくれてるところは報じてくれてますけども、でも一面報道で公募校長が報じられたことに比べてね、あまりにも僕は不公平不公正だと思いますね。こんなことやってたら民間人の人誰も公 その現場に入ってこなくなりますよ。だからセクハラとか、セクハラで免職になった校長や、それから6ヶ月、3ヶ月かな、6ヶ月かな、まあ、それぐらいの期間で辞めた校長、これはまあ論外ですけどもね、その他問題がある問題があるって読売新聞をはじめ他のメディアでも散々叩かれた校長、最終的には処分なしと、まあ、確かに問題があるのは問題があると言われればその通りですけども、今回の外部調査報告書、外部調査チームのあの報告書に上がってる校長っていうのはその事案に比べればもっともっと重い事案だと思いますけどもね。だから公募校長について、まあ、採用はしっかりやらなければいけないけれども、やっぱり公募制度が公募制度というものを拡充していかなければいけないのは、あの外部調査のチームの報告書を見れば明らかな通り、やっぱり内部の校長は現場をかばいますよ。子どもたちのためというよりも現場の教員をかばうということがね、どうしても出てしまう。そういうところに関してね、外部の感覚で、公募校長がやっぱりそこに問題提起をしながら議論をしてね、切磋琢磨して、やっぱりその感覚はおかしいんじゃないかと、これは問題だという声をね、上げてもらうことを公募校長に期待してますけどね。すみません、話変わりますが、都知事選の話で、元航空幕僚の天上さん、石原代表が支援するという話があります。そうですね、昨日電話ありましたのでね、石原さんから、はい、電話でどのような話があったんですか。いや、個人的に支援するということでした。一緒に勉強会やってきた間柄ですしね、平沼国会議員団代表も多分推薦に名前連ねる、名前出されるんじゃないでしょうかね。同じ勉強会でずっと勉強してきたってこと言われてましたんでね。橋本代表は容認するかどうかも含めてどういうのお考えですか。いや、田上さんの言われてる主張ね、共感するところたくさんあります。やっぱり日本人として誇りを持たなければいけないところ、それから歴史についてね、僕らが教わってきたこととやっぱりいろいろ違うところね、そういうところです。非常に勉強になる、まあ、主張が多い方だなとは思いますが、ただやっぱり戦争についてのね、侵略のところですけども、
以前のその有識者の感覚で侵略ではないということを言われるのは自由だと思うんですけどもね、やっぱり為政者、まあ、ある意味国家運営、まあ、行政運営ですけども、行政運営の責任者になったときに、その主張はおそらく貫くことは難しいと思うし、僕は貫いたらいけないと思う、まあ、ここは石原代表とは意見の違うところだけども、まあ、なんとかっていう変な哲学者が敗戦国家だから侵略だって認めるのは非論理的だとか、なんかそんなわけのわからないことを変な哲学者が言ってましたけども、僕が言ってるのはその戦争の事実行為について、それが侵略なのか自衛なのかっていうのはいろんな考え方もあるだろうし、いろんな評価もあると思いますけども、サンフランシスコ講和条約を結んでね、東京裁判というものを受け入れてしまった以上は、これは今の世界秩序の中で侵略戦争だったという評価を世界的にされることを、ね、これ受け入れざるを得ませんよ。これひっくり返そうと思ったら、第二次世界大戦の連合国に対して全部これ交渉して、あれは侵略じゃなかったってことを相手にうんと言わせるところまでやらないと、国家の為政者としての責任を果たしたことにならないと思いますね。コメンテーターとして侵略じゃない侵略じゃないっていうのは、それも自由だし、それは無責任な発言であってね、本当に侵略じゃないっていうことを貫こうというんであればね、それは連合国に対して、旧連合国に対して、日本は自衛戦争だったんだってことを納得させて、みんなにそう思わせるところまでやれるかどうかですね。僕はそんなところにエネルギー割くよりも、やっぱりサンフランシスコ講和条約っていうものを日本が結んだ以上は、もうその世界的なその評価、日本の侵略戦争だったという、日本の行為は侵略戦争だったという、この世界の評価はね、受け入れざるを得ないと思いますね。実際のところが自衛か侵略かっていうのは確かに分かりませんよ。それは当事者にとって、日本にとっては自衛だと思っていても、相手国にとっては侵略だというのも、これはイラク戦争の時だって、アメリカからすれば正義の戦争だけども、イラク側からすればこれ不正義の戦争になるわけでね、そういうところを議論しててもしょうがないのでね、やっぱり田上さんと、どうしても感覚的に、まあ感覚的にというか、田上さんもその有識者コメンテーターとして言われていた発言とね、また自衛隊のメンバーとして、一構成員として言ってた発言と、トップに立った時のその発言というのはやっぱり変わらざるを得ないし、僕はサンフランシスコ講和条約を結んだ日本の今の立場というものは、これはやっぱり覆すことができないというのを思ってますのでね、そこはやっぱり相入れないところですね。田上さんがその考えを、まあ、あらかねない限りは都知事にはなるべき存在ではないという。いやいや、そんなことないです。だからそれは都民が判断することですから、あとは都民が判断することですね。ただ石原代表も個人で応援するということですから、もうそこは維新の会は基本的には政治活動は自由ですから、もう政党としてどうのこうのということはないです。党として支援することはないという、今のところは石原代表とはそういうふうに、話をしてますけど、石原さんの方から党として支援したいという申し出自体はあったんですか？いや、ないです。まあ、そんな話を、まあ、そこは石原代表と電話した時にも、もうそれは個人の支援だという2人のもうそういう言わなくても言わない中でのその共通の認識はありますので、共同代表と代表、平野さん代表代行ですけど、党の、まあ、上層部とか個人的に支援すると、まあ、有権者から見ると党として支援しているように映ると思うんですけど、そこは説明がつくの？いや、それはだから、キロも言ってる通り、メディアの責任です。僕らは党として支援してるわけじゃないって言ってるわけですから、それは石原代表の個人の支援だということをしっかり情報提供してもらいたいですけどね。石原代表 の、 その個人的な支援と同時に、その日本維新の会として新たな候補者探しというのを同時に進めていくんですか？いや、もうしないと思いますよ。もうこれは東京都知事選のことなので、まあ、関与したい人が関与したらいいんじゃないですか。まあ、日本維新の会はもう政治活動については基本的にはもうそれは大の大人なんですから、もう個人の自由でね、党の決定をしたときにはみんなで、それ一致団結して、その決定に従って進んでいくというのが維新の会のスタイルですから、あとはもう自由です。ここで東国原さんが出てくると、橋本代表の立場の方が難しいものになります。いやいや、もうやっぱりそれは東国原さんにしてもアントニオ猪木さんにしても、やっぱり政党をね、まあ、アントニオ猪木さんはまだ決まってないんですよね。
っぱり政党途中でこう辞められて、まあ、そこにすぐ政党が党として応援するってことは難しいでしょうね。よろしいですか。市長すいません、先ほど候補制度を拡充していかないといけないというふうにおっしゃいましたけれども、うん、今天王寺動物園の部長ですとか、公募を増えていると思うんですけれども、うん、今後、まあ、こういったところに公募を増やしていけばいいのではないかというもしお考えがあれば。公募ではないですけれども、これは問題提起しようと思って昨日ぐらいから、まあ、徐々に、まあ、昨日というか、まあ、去年末ぐらいからずっといろんなところに関係各所に当たってるんですけども、教育指導主事、これはね、教育委員会制度の改革のね、実は隠れた大きなテーマであってね、僕はずっとこれまで、うん、朝日新聞とか毎日新聞の考え方と僕は違うということで、この数年間ずっとやってきたのは、首長が権限と責任を持つかどうかっていうところを、まあ、これは大きなテーマとしてずっと言ってきました。これは政治的な中立性、教育の政治的な中立性というところを変えるかどうかっていうところで大変な議論になりましたけどもね、実務としては教育指導主事なんですよ。でこの指導助言行政、これまだ中教審の方で、しっかり議論されていないのでね、もう大阪市の方の教育委員会のあり方検討、これから意見交換やりますけども、そこでははっきりと打ち出しましたけどもね、教育行政のね、一番の問題っていうのはこの指導助言行政です。要は責任が曖昧なんですよ。で誰が責任者なのか、指導助言の責任は誰なのか、これははっきりしない。で教育指導主事というこの立場もはっきりしないわけです。でこの教育指導主事と、それから例えば学校の校長、ここには学校、まあ、いわゆる同じ大学の中の先輩後輩関係にあたったりとか、教員の中での上下関係があったりとか、ここが一番の問題でね、まあ、あんまり報道でもそこに焦点を当てた報道はなかったし、有識者もこの点を問題視する人いなかった。それは現場の実務知らないからなんだけども、実はこの教育指導主事と学校の関係っていうのが非常に問題で、ちょっとこれから教育委員の方に伝えたいのは、大阪県内、もっと言えば関西県内以外のところから教育指導主事を、ね、呼び込みたいなというのは思ってるんですけどね。でこれはだから純粋なその民間人公募ということではないです。やっぱりこれは教員の経験者じゃないとできないので、他県のまた他のその地域のね、教育指導主事、現役の教育指導主事なのか、OB なのか、まあ、いずれにせよこの大阪とかそういうところでの上下関係、人間関係に縛られていない教育指導主事の方にね、まあ、大阪に来てもらって、ちょっと学校と距離を置いたような形でしっかり学校を見てもらうってことが必要なのかなと思いますね。まあ、日本の教育行政のね、一番の問題点で、今まで誰も問題提起しなかったところなんですけど、大体教育のあり方検討会で僕の問題提起に従って、一つ報告書がまとまりましたから、やっぱりこれは教育指導主事、外部から人を呼ばないとダメなんじゃないのかなと。これは大阪だけの問題じゃないです。全国で言えることなんですけどもね、ここが一番僕は外部人材、民間人ということではなくて外部人材を活用しなければいけない領域だと今思ってますね。それは誰か見つけて教育委員会それとも募集する、いや難しいです。だからこれはちょっと教育委員会サイドの方に問題提起して、今の教育行政においては人事権は教育委員会にありますから、まあ、僕が言うことではなくてね、まあ、そこは教育委員会サイドの方に考えてもらいたいと思いますね。まあ、教育指導主事のちょっと人数とかいろいろ確認しながら、やっぱりさ1人2人とかいうことではなくて、大胆にある程度の量で、外部の教育指導主事に来てもらう。でその教育指導主事は任務が終わればまたその地域に戻ってもらうのか、その大阪市内の学校現場に戻ってね、学校現場と教育指導主事行ったり来たりするような、そういう関係っていうものはやっぱりこれ改めなきゃいけないと思いますよ。